サイズの合ってないパンツつけてるみたいなサイズの合ってないパンツみたいになってるやん、あるやんそんなめっちゃ妊婦に見えるな。めっちゃ妊婦に見えた。おもろかった。ちょっと産婦人科ある。行く？行かへん。お前なんで来てんって言われる。ちょっと辛いもん食べてお腹出てきたんで来ました。知らんがなって絶対言われる。世界一辛い食べ物がキャロライナリーパーな。ハバネロやろ、あのハバネロ、その何、唐辛子一番辛い、世界一辛い唐辛子はキャロライナリーパーやろ。何も言うてんねん。でももう一回食べ物ちゃうやん。スパイスか違う、あのピーマンみたいなやつ、うん、唐辛子のだから、うんうん、唐辛子って英語でなんて言う、知らん。なんで知らんの、知ってるやん。あ、ないとき、レッドベルペッパー、それ違うね、それあれやん、パプリカっていうか、なんで日本語がパプリカ、あでもペッパーっていうか言わへん、わからん、ルーマニア語でなんて言う、唐辛子、うん、ないよルーマニア。そんなことないやろ、そんなことないやろ。お前わからんからって、わからんからってないってなんやろ、あるやろ、 あるかな、あでもルーマニアに唐辛子はないとかないやろ、そんな、緑のちっこいやつあるよ、そうやんけ、それなんていう名前の、わからんね、なんでわからんね、国際線なんや、でも揺れる、しかも妊婦に見える、なんかすごい汚く見える。めっちゃ汚く見える、なんかだらしないみたいな人に、今隠しが、そうそうそう、隠しが、ちょっとマダム見えとる、マダムや、マダム風やろ、なんか顔変じゃないうち、うん、まあいつもと一緒。唐辛子ってあるやん、うん、の世界一辛い唐辛子がイギリスのドラゴンズブレスチリア、へえ、いやそれ日本にもある、知る、もともと1位はキャロライナリーパーやった、うんうん、辛さのランキングを決めるその世界の数値、うん、っていうのはスコビルっていうのって、キログラムやったら KG か、あみたいな感じで、辛いやつは SHU のやつ、世界最強、うん、世界一、うん、っていうその唐辛子、うん、っていうのはそれぞれこう食べたら途端に、うん、気道、この喉の気道、うん、息をするところ、うん、っていうのがこう焼かれて、うん、火に燃えたみたいになって閉じて、うん、アナフィラキシーショックみたいになる、マジでやってる、それと一緒で、そのドラゴンズチリプレスチリも、うん、あの食用には向かない危険な食べ物って書いてあるんだけど、やばくない、じゃあ食ったらあかんやん、じゃあな、じゃあなんで食ったやんこいつら。辛いのってカプサイシン、感じひんくなるために、うん、どれぐらい水で薄めたら、うんうん、その辛くなくなるんかなみたいな、うんうんうん、248万倍やばくない、この辛さを使って、うん、麻酔薬が作れへんかどうかを研究してんだよ、パンツつけてるみたいな。サイズの合ってないパンツみたいになってるやん、あるやんそんな、大きすぎんねんて。じゃあなんかさ、これパンツとかもう何年間もずっと同じパンツ履いてこれみたいな感じ。そうやばくない、わかった、今日化粧薄いからなんかブサイクないね、なんか優位。一緒一緒、いつもブサイクってこと、いや
いつもブサイクとは言ってないやん俺は。そんなことは言ってない俺は。なんか化粧水からあれやねん。うん、なんかまだちょっとお腹の調子悪いわ。あ、うちじっとしたら気持ち悪いのなくなった。ほんま？うん、もう辛いとかない。あ、辛いのはもうなくなったな。なんか最初吐きそうやと思う、吐くんちゃうかなってちょっと思ってた。胃がね、もうなんか何これになってた。マジで、いやマジマジマジ、うわーってなったもん、気持ち悪ってなった。でもカルピス、カルピスないんやろ。やっぱりそのルーマニアとかやったら激辛料理みたいな。わからん、それルーマニア人コメントしてくださいあるかどうか。そのいろいろあるやん、その今のやったら日本やったらラーメン、ああ激辛ラーメン、激辛ラーメンやったやんか。で多分そのわからんけど中国やったら激辛のその四川料理みたいな。うん、韓国もあるよね。韓国は基本的に辛いちゃう。でもそのキムチの辛さやんか、そういうほんまなんか食べれへん人たちがいっぱいいるみたいな辛さじゃないやん。ああそうなの。多分な、そのエマがやったみたいなやつってどっちかって言ったら激辛チャレンジ系やんか。そうやね、うん。でそのチャレンジみたいなやつが世界であるんかなってことで。アメリカなんか YouTube であったよ、こういうスプーンにホット寝てきてホットチリペッパーチャレンジ。ホットチリ、ホットチリパウダーのなんかこうやってスプーンに入れて食べてみたいな、で口の中でどんだけ持つかみたいなチャレンジあったの YouTube で。あ、飲まへんの？食べ、口の中に入れたままってこと？そうそうそう、ずっと。うん、誰が一番長く持つかなんか確かそんな感じだった拷問やん。でもなんかああいうアメリカとかさ、ありそうやん、なんかそういうの。まあな、基本的にちょっと言ったらあかんやろそういうなんか人多いやん、ね、そういうチャレンジ的なことやる人多いやん、よくわからんチャレンジみたいなやつ多いやん、多くない？そうやね、なんかだってアメリカから来とるでしょ、こういうチャレンジやろうぜみたいな。ああの YouTuber じゃないの、うん、なんか日本で何、日本でなんか前そのスコビル値 SHU っていうのの、うん、レベルの高いその唐辛子を使って家でペペロンチーノ作った人が、うん、なんか作ってる途中息できへんなって救急車で運ばれたことあるんで。やばくない？だからその料理する人が、うん、あのちゃんとそのメガネつけて、ああそういうことね。そう、ガスマスクみたいなやつとかつけて、うんうん、ほんまは宇宙服みたいなやつ着た方がいいって書いてある。あ、そうなんや、うん、やばくない？あ、着いた、家。